パプムスサコナテは、セネガルムール出身のプロサッカー選手。セネガル代表、ディジョンフコ所属。ポジションは、フォワード。セネガルの2部チームでキャリアをスタート。一部昇格とカップ戦優勝に貢献し、2011年のカフコンフェデレーションカップに参加した。2011年春、マッカビテルアビブで1ヶ月間トライアルに参加した。 そして2011-12シーズンから2年契約での加入が決定した。UEFA ヨーロッパリーグ2次予選、FK ハザルレンコランで加入後初出場。この試合、1ゴール1アシストと活躍し3から1の勝利に貢献した。ロンドンオリンピックで5ゴールを挙げる活躍を披露した後、FC クラスのダールに200万ユーロで移籍。なおクラスのダール加入後、 プレミアリーグ所属クラブからのオファーがあったことを明かした。2013年7月12日、セリエ A のジェノア CFC にレンタル移籍。2017年8月13日、アミアン SC と4年契約を結んだ。2019から20シーズン、アミアンがリーグアンから降格したことを受け、2020年10月20日、違約金2億4000万ユーロで、 ディジョンフコと3年契約を結ぶ。U-23 代表の一員として参加した、ロンドンオリンピックでは、全試合に出場した。初戦のイギリス戦では82分に、同点ゴールを挙げた。A 代表の主要大会では、アフリカネーションズカップ2015、アフリカネーションズカップ2017に参加した。2018年5月、ロシア開催の 2018FIFA ワールドカップに向けて、 セネガル代表の最終登録メンバー23人の中に名を連ねた。ありがとうございます。